昨年から猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症。その影響で私たちの生活は著しく変化しました。学校では去年の3月から3ヶ月間の休校となり、オンライン授業が行われるなど、私たちの経験したことない生活が始まったのです。自分と家族や友人を感染から守るため、マスクの着用や手洗い、消毒はもはや当たり前になりました。コロナ前は輪になって会話しながら楽しく過ごしたお弁当の時間も、今はもう帰ることのない遠い思い出になってしまうのではないかと、寂しくて仕方がありません。私たちの学校では学校行事がなくなったり制限されたりしています。運動会では花形の応援合戦も大声がつきものなので、過去のビデオの中にだけその勇姿を見ることができます。部活動ではハイタッチや握手でさえも最近は目にすることができません。ウィズコロナ、私たちの生活様式を表す言葉。コロナ以前に比べて息苦しい生活にはなったけど、世界に目を向けるとワクチン接種が始まった今でも多くの方が重症化したり亡くなったりしています。もしかしたら感染は防げたかも、そんな後悔をしている方の話もよく聞くようになりました。社会では今一丸となってコロナに立ち向かっています。苦しい思いをすることもありますが、家族や友人を感染から守るため小さいけれど努力を積み重ねています。その積み重ねの果てにより素晴らしい社会が築けることを願って。